聖園は、新国海軍がドイツのフルカン社に発注して収益させた、防護巡洋艦で、同系艦はない。北洋艦隊に所属し、日清戦争において、日本海軍に露革された。日露戦争において戦没。1885年、ドイツ、フルカン造船所にて巡八1886年8月、新国北洋艦隊の帰還庭園。 深淵、異淵と共に、補修の名目で、長崎に入港。その際、上陸した上院により騒動が起こる。1894年、日清戦争に参加。1895年2月17日、異海英の戦い後、異海英で日本軍に降伏し、露覚される。1895年3月16日、巡洋艦として、帝国海軍の艦籍に入る。 1898年3月21日、三島海防艦に、類別。1903年12月から日、法人保護で、三河、木浦に派遣。1904年2月6日、日露間の国交断絶に伴い不残沖きで、ロシア帝国義勇艦隊所属のエカテリノスラフ号を、打保。同年11月30日、ハトワンで203高地攻撃を支援中。 午後2時24分に、セントアップスカシラ北西沖で食来し3分後に沈没。艦長、田島コレタカ中西家38名が死亡し、195名が救助された。1905年5月21日、除籍。日清戦争で、西園は、豊島沖海戦と航海海戦に参加したが、 いずれの戦いでも味方の形成が不利になると、いち早く戦場からの離脱を図っている。公開回戦では、このスミエンの闘争を混戦中の他の艦が見て、退却命令が出たと誤解。艦隊が総崩れになる原因を作ったとして、あと2艦長が処刑されている。日本海軍士第9艦第10艦の召喚履歴及び艦法に基づく。ありがとうございます。